はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回は絆アルバムのコーナーということで、今回も、絆アルバムの、ストーリーの方ね見ていきたいと思います。ということで、今回は、ニタッチと近藤ちゃんのストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけで、こちらのコーナーではですね、絆アルバムのストーリーを、全て見ていこうというコーナーになっております。はい、なので、今までねもう5本ぐらい動画出してるので、そちら概要欄にまとめたのをね、URL 貼っております。概要欄になのでね、概要欄からご覧いただければと思います。はい、まあなんかね不意にね見たくなった時にこうささっと見れるようにまとめていこうかなっていう感じで始めた企画でございますので、まあ気軽にね、見ていってもらえるとありがたいでございます。はい、というわけで、これ全部見ていった後にね、最後おはがちゃして終わろうと思いますので、最後までご覧いただければ幸いでございます。じゃあ、第1話から見ていきましょう。8月のシンデレラ9。ふぃー、ごちそうさまでした。やっぱコンビニのご飯とは比べ物にならない美味しさだね。あ、食器はそのままでいいからね、後で私が片付けるから。いやいや、下げるくらいやらせてよ。一人暮らしになってから先のお店にいつもご馳走になってるんだからさ。そういえばニタッチって一人暮らしの設定ですよねなぜか、ご馳走にって言ってもちゃんとお金は払ってるんだし、私からすれば美奈子は立派なお客さんだよ。お客さんでも食べ終わった後のお皿を片付けるくらいはしますよと。あと帰る前にテーブルも拭いとくからね。ふふ、ありがとう美奈子。よし、そろそろ閉めるか。ナナ、リク。はい、リク、そっちちゃんと持っててね。ん？あとでこのお花の飾りも飾ろうね。あれ？なんか始まんの？ああ、実は今日お母さんの誕生日なんだ。だからお店は早めに閉めて誕生日パーティーをする予定なの。わ、なんていい家庭なんだ。へえ、お母さんの誕生日パーティー。で、いやちょっと、そういう大事なことはもっと早く言ってよ。邪魔しちゃ悪いし、今すぐ退散するから。ああ待って美奈子。ん？よかったら美奈子もどう？一緒にお祝いしてくれない？いや、あ、でも家族団らんっしょ。さすがにそれは悪いっていうか、今さら何言ってんの。もう美奈子も家族みたいなものでしょ。だから遠慮しないで。さき、そうだ、せっかくだからかなちゃんも呼ぼっか。私お父さんの手伝いしなきゃだから、かなちゃんに連絡してみてもらえる？へへ、うん、わかった、ニットちゃんに任せとけ。はい、平和ですねはい、ということで今回も平和でございますね。お母さんの誕生日パーティーということで、早く店を閉めてね、誕生日パーティーをするということでございますね。うん、はい、で、近藤ちゃん優しいですね。ニタッチも一緒にお祝いしていってよということでございました。うん、そしてね、長井ちゃんもしっかりと呼んでましたね。うん、これ続き気になるけど、多分次のストーリーは全然関係ないストーリーなんでしょうね。うん、ということでじゃあ、次のストーリー見ていきましょう。8月のシンデレラ9。ああ夏休み、どうしてあなたは夏休みなの？夏だけなんて言わないで、もっと私のそばに。あ、そういえば今日発売の雑誌って入荷してないのかな、ちょっと見て。みなこ、もうそんなことしてると本当に宿題終わらないよ。だってさ、もう私は十分戦ったよ、なのに全然減ってくれないんだよ。悪いのは私じゃなくて宿題じゃん。そもそもさ、 X とか Y とか A とか B とか、君たち正体隠しすぎなのよ。もっとオープンにさ、フレンドリーに行こうよなんちゅう文句のつけ方や。数学の問題に向かってフレンドリーになんて言ってる人初めて見たけど、うん、俺も初めて見た。というわけでギブアップ、さき様残りの宿題移させてください。はあ、仕方ないな、なんて言うと思った。ちゃんと自分でやらないとダメでしょ、美奈子のためにならないよ。私のためって言うなら見せてくれてもいいじゃん、さっきのケイチ。わあ珍しいな、そんな顔できるんや。誰がケチなの？ん？あ、いや、今のはその
じゃあさ、私が鉄人全席完食したらさ、またお願い聞いてくれる？ほら、入部の時みたいに。みなこ、それはダメ。絶対ダメ。よっしゃ、そうと決まれば先んちへレッツラゴー。ちょっと待ってよみなこ、ダメだってば。冷静になって。あ、来た。長井ちゃん来たよ。読書感想文に向いてそうな本あったよ。おお、かなこ、私と一緒に行こうではないか。今再びの鉄人全席攻略の道へ。鉄人全席？うう、その名前を聞いただけでお腹が。かなちゃん大丈夫？ねえ、一緒にみなこを止めよう。バカなことはやめて真面目に宿題を。でも私はもうあの時の私じゃない。野球部に入って少しは強くなったもんね。今なら戦えるかもしれない。かなちゃん、ちょっと二人とも考え直して。もうあんな満腹地獄は嫌。長井ちゃんならなんか一人で食えそうな感じもするけどな。はい、ということで、2個目の話見ていきました。はい、ということでね、やっぱさきちゃんのあの料理屋さんいいよね。なんかいつもでも集まれる場所みたいなさ、アットホーム感あっていいですよね。うん、ということで、もうあの美味しいものクラブしか出てきませんけれども、最後のお話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。あれ？いない。誰か探してるの？呼んであげよっか。美奈子探してるんだけど、どこに行ったか知らないかな。ああ、さっき教室出て行ったのは見たけど、どこに行ったかは分かんないかな。カバンはあるから、変えてはないと思うよ。そっか、ありがとう。美奈子ったら、またサボろうとしてるのかな。まったく、どこ行ったんだろう。そういえば、昨日。なんだい？涼しくなってきたから屋上でお弁当を食べるの気持ちいいね。そうなんだよね、ここで昼寝するのも気持ちいいんだな。これがまた今度サボりに来ちゃおっかな。ありえる。わあ、女の勘ですね。でも美奈子がそんな分かりやすいことするとも思えないし。だとしたら図書室？やっぱりここにいた。え、さっき見つけに来るの早くない？ここならしばらく見つからないと思ったのに。何年の付き合いだと思ってるの？美奈子の考えはお見通しなんだから。参考になりそうな本は見つかったの？ストレッチの教本探しに来たんでしょ？ほんと、何から何までバレバレじゃん。こんなことするの柄じゃないからこっそり探そうと思ったのに。だって美奈子、昨日ストレッチがどうのこうのって話してたじゃない。聞いてれば大体わかるよ。さきとは絶対かくれんぼしたくないな。あと人狼ゲームとかもしたくない。ふふ、何それ。本はバッチリ借りれたよ。部活行こっか。かな子も待ってるっしょ。うん、そうだね。あー、真面目やん。真面目やん、サボってへんやん。本探しに来てますやん。はい、ということで、最後まで見ていきましたけれども、本当にね、ニタッチはもうサボり同盟やめましたね、もう。サボってないもんね、なんやかんやで。はい。そして、サキちゃんもすごいよね。もう、おかんやん。おかんやんっていうぐらいな、もう、どこにいてるかもわかるっていう。すごいね。うん。いや、本当にいいキャラしてますね、本当に皆さんね。うん、ということで、今回はニタッチと、近藤ちゃんのお話を見ていきました。はい、ということで、じゃあおはがちゃの方行きましょう。今日のおはがちゃのコーナーというわけで、今回もおはがちゃ引いて終わろうと思いますけれども、今回はですね、VS 小川原戦限定スカウトが、来てます。今日からですね、来ておりましてですね、こちら、12月1日までということで、ひまわりスキル習得可能な、鬼塚キリちゃんが再登場しております。なのでまだ持ってない方はぜひね、引いてみてください。初回ナインスター30個、2回目、ナインスター40個で10連スカウトできますので、これ結構美味しいですね。うん、なのでぜひぜひ引いてみてはいかがでしょうか。僕はね、もう1枚だけ持ってるので、まあ引かないかな、おはがちゃだけしようかなと思います。はい、そしてまあいつも通りプリンセススカウト永井ちゃんとプリンセススカウト東雲ちゃんの方を引いていきたいと思います。じゃあまずは鬼塚ちゃんからいこうかな。
よし、じゃあ行きましょう。最近ね、本当におはがちゃんが来てるわけでございますよ。なのでここでもね、引いていきましょう。キリちゃん、カモン、ゴー。はい、何かとね、運が返ってきております。はい、はい、おー、そっちじゃないんだよな。うん、はい、はい、じゃあ次永井ちゃんいきます。さあ、そろそろ UR 引きたい。うん、おはがちゃで UR 引くっていうことをしてみたよね、一回。いきます、永井ちゃん、カモン。お願いします。お、いいぞ。夕方まで行った、夜まで行こう、頼む。夕方までか、これは厳しいか、来い。いやー、違う、違うんだよな。ツーアウト。いやー、惜しかったな、今なんか夜まで行ってほしかったですね。いやー、でもまあ、でもなんか夕方まで行くようになってきたので、そろそろ夜まで行くんじゃないかな。じゃあ、りょうちゃん行きましょう。よし、いきます。しののめちゃん、カモン、ゴー、頼む。あー、ダメだ、演出なし。さあ、ここから来る可能性もありますよ。お願いします。あー、ヒイラギか、残念。はい、はい、というわけで、本日もダメでしたね。でもまあね、あの、運はまた来てると思うので、もうちょっとね、頑張って引いていこうかなと思います。はい、そして、この秋のチーム評価アップ応援育成祭りの、チケットあるじゃないですか。皆さんも回してますかね。僕はね、全部まとめてから一本の動画にしようと思ってますので、そちらもね、お楽しみにしといてください。はい、というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄にやってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョスミナミスイさんのチョスでした。バイバーイ。